れこれでございます。さあ、いよいよですね、6時20分、もう夜ということで、ここからはさらに一盛り上がり、 K-POP コンサートの開演です。K-POP コンサートが今日と明日の2日間にかけて開催されます。はい、初日の今日はですね、3組のアーティストが登場しまして、皆さんに素敵なステージをお見せいたします。はい、まず最初にご出演いただきますのは歌手のキムテフンさんです。はい、はい、キムテフンさんは素敵な歌声でございます。ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。はい、キムテフンさんは韓国で社会現象まで巻き起こした話題作、オムテンさんとハチミさん主演の大ヒットドラマ復活の OST。 懐かしいですね。そうですよ、冬の名作の無罪というあの曲でございます。で、その曲でたくさんの人々を魅了させてきました。はい、抜群の歌唱力とハスキーボイスの持ち主でございます。はい、2011年より日本で音楽活動をしながら、平尾正明ミュージックスクールでボーカル講師としても活躍をされたんですね。そうなんですよ、様々なアーティストの、まあ、楽曲制作も行っているということで、2013年から現在までは日本各地で定期的にライブ活動も行っているという方でございます。まあ、とにかくパンチのある歌声がね、はい、魅力ですから。渋いです。はい、鳥肌立つと思いますよ。圧倒されると思いますので、そのステージをお楽しみいただきたいと思います。はい、それではまずはキムテフンさんのステージです。どうぞ。
しいと思われる方多いかもしれませんが、先月、9月だ、7月の末に韓国でスーパーヒーローっていう番組があって、あの番組で私が日本で活動する画家として番組を行ったんですよ。それで本当は映像をその番組で出た映像を流れて、それで歌うかと思ったのに、あまりにも有名人ばっかりなんで、それ NG ですって言われて一人で寂しく歌いました。ありがとうございます。キムテオと申します。よろしくお願いします。夜が涼しくなるだろうと思って長袖着たんですけど大ミスです。背中が半端ないっすよ、汗が。次の曲は、結構前なんですけど、2005年です。韓国です。 KBS っていう放送局で水と木曜日にずっと出てた復活っていうドラマの主題曲、なんとなく私が日本に来られて活動するようにさせてくれた曲なんです。無罪を歌います。
入り、歌う途中にすごい涼しい風がバーッと来て気持ちいいなと思いましたね。まあ、外でも中でもいつも日本の方は静かですね。それが韓国と大きな違いですね。韓国行ったら、歌う前からもう盛り上がって踊ってますなので日本の方は歌終わってもさあもうちょっと表現して大丈夫です、はい、自分を表現しましょう大丈夫ですよ、大丈夫です、慣れてます。最初は慣れてなくて、もしかして私間違ったのかなと、ミスしたのかなちょっと思いましたんですけど、最近は慣れまして、あ、きっと感動してますねと思いましたですよね。まだよ、わざと感動させる。みんな手振ってるからみんな知り合いみたい。はいはいはい、ありがとうございます。しばらくの間バンドとかも日本で活動したんですけど、それをやめて、バンドって難しかったんですよ。いろいろ人が集まって、もう意見が一つにまとまらないから、ずっとおちゃおちゃしてて、それやめて、やっぱり一人がいいわと思って、ぜひ新しく、結構何年ぶりだろう、3年、4年ぶりに、シングルを出したんですね、新曲を。聞いた方はいますけど、ほとんどの方が初めてですね。新曲、日本語で訳するとちょっと内容がおかしいんですけど、強い恋っていうんです。韓国の人はそんなの好きなんですよ。強い深い恋もこんなの好きなんです。で、毎月私新大久保の方でカフェフレンズで狭いところで毎月コンサートをやるんですけど、今月もやった、選手だった、そうですね。時間の流れが早すぎていつやってるのかよくわからないですね。選手がありましたね。で、来月の25日に昼3時からやってます、もし興味がある方は探してみてください。教えてあげません冗談です、私ホームページも何もないからこうやって言うしかないですね。まだまだ最後の曲は、8月の先月ですね、1ヶ月前に紹介した韓国で出した強い恋という曲を歌いますね。一番最初は静かに入るんで、皆さん拍手をやめてください。間違えちゃいます。はい、静かに入らないと間違えるんでお願いします。
今からは外しても大丈夫です。でした。ありがとうございました。まあ、我々も長い付き合いですけど、そうです ね、相変わらず本当に長袖でね。そうでしたよ、半袖にしとけばよかったっていうね、その言葉がもう彼らしいというか、ちょっとあの自虐ネタをいつも入れてくるっていうのがね、必ず入れますからね。もうあの逃げたし面白い歌声素晴らしかったでしょ、いかがでしたか。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。